チャオフィチェル、サホンツ戦、今回はですね、フィフスアニバーサリーツアー、ダイアローグ・ガイク・ガイロンに行ってまいりました。イエイ、ちょっとね、その前に NG 出しました、藤さん。これね、NG をね、後ろにおまけでつけておこうと思います。面白かったんで。はい、なので皆さん最後まで見てくださいね。はい。意外と言いにくくて、一応なんか噂によると名古屋公演の時の司会者みたいのも、間違えたらしいです。噛んだらしいです。やっぱもうしょうがない、これやっぱりね。でもテイク2できたね。私もっと行くかなと思ったんだけど、なんか一応ね、今回の、はい、まあね、ツアーはね、はい、ね、今回学校みたいな感じになっておりまして、はい、ね、まあ、瀬取りとかは言えないんですけど、今回はですね、5周年を記念としたですね、うんうん、透明表っていう、合ってるよね、うん、まず東京、うん、愛知、うん、兵庫の3カ所でっていう、あ、だから透明表なので、ね、うん、何かと思った、何かの表かと思ったのよ。あの兵庫の表ですね。ちょっと戸惑うんですけど、いつも、はい、ですね、それの兵庫公演、6月9日に行われた、はい、ね、関西ではここの場所でしかやらないということ。そうですね、だよね。で、愛知が、うん、第1回で5月12日ありました。ああ、もうそっちは終わってますね。で、最後に東京で6月23日、はい、これがデビュー日ですね、はいはい、ああ、これ盛り上がるでしょうね、きっとね。東京ドームシティホールでやります。はい、はい、ね、まあ、チケットも あると思うんで、E プラスとかで。そうだね、ぜひぜひ、多分見切れ席とかになると思うんですよ。これを聞いてぜひ行ってみたいって思うとまだ間に合うかもしれないので、ぜひね、チェックしてみてください。まあ確認してください。はい、そうですね。で、まあね、うん、今年2回目ですね、自分が行ったのは。はい、Life is Easy。はい。一応ね、全部合わせた3回目のライブとなっております。うん、はい。なんかネタバレギリで話すので、これ ね、ね、ちょっとまだ聞きたくない、言わないでっていう方はね、ここまでにしておいた方がいいかもしれないですね。まあね、とりあえずグッズ、はい、これはもうね、大丈夫だと思って。これは発表されてますね。ね、はい、一応ね、まあグッズ、まあ今回はですね、まあ、T シャツや缶バッジなどはもちろん、はい、ツーウェイバッグというものも発売されておりました。うん、なんかなんかなんだっけ、6時からの公演でグッズ販売は2時からスタートだったんだっけ。はい、ね、チケット持ってる方は、うん、2時から、4時まで、4時半までで、うん、そこから会場後、開演、終演後って感じで、はい、まあ、簡単に言ったら、まあ、2時から終演後みたいな感じですね、うん、どんだけこの前ね、横浜の時にすごい並んだんでね、あの時で2時間ぐらい待ったよね。そうなんです、そうなんです。なので、ね、うん、今回もさす並ぶだろうと思ってね、結構早めに行きました、うん、3時前には着いてましたね、そこに。そうですね、はい、なんですけど、割とね、スムーズに購入できましたね。ね、ちゃんと流れがよくね、なってたんで、多分ね、分散、うん、ちょうどほら3会場なんで分散されたのかなって、うん、前回1会場でやったんで、うん、多分なので、ちゃんと、ね、スムーズに欲しいものをね、ゲットすることができたので、皆さんこれ見てね、気になる方はね、まだ間に合って買うことできますので、購入ね、してみてはいかがでしょうか。はい、ではね、どんなグッズがちょっとかっていうのを、はい、宇宙さんに説明してもらおうかなと思います。はい、はい、まずはですね、はい、買ってきたものその1ということで、はい、その1 はい、アクリルスタンド、こちら1500円ですね。はい、で、こちらキョンちゃんの方ですね、うん、一応推しということで、ね、キョンちゃんが、はい、はい、一応ね、最近アクスタ多いイメージがあります。うん、なんかね、去年はアクリルキーホルダーが多かった。あ、去年とかはもうみんなつける余裕がなくなったから、場所が。そうですね、多分ちょっとカバンにはきついんじゃないでしょうか。はい、そうですね、ここだな。うん、で、次、夜間ですね、はい、こちらもちろんもうこの2つでしょっていう。はい、推しが2人なので、冬中さんのね、ペンダント2本持ちです。でもなんかね、今回駅、まあ最寄りの駅から T シャツを着てる人が意外と少なかった。うん、ところね、あ、多分そうだろうな、この方ファンだろうなっていうふうに思うけど、なんかあれ、あれ、もしかしたら違うか、ね、なんかね、緑とのオレンジじゃないですか、うん、あのね、やたらオレンジの洋服着てる人多くて、最近ね、流行り、流行りかだよね、ちょっと。だからなんか普通にね、その辺のおばあさんとかでもね、オレンジのなんか洋服着てたりして、あと水色も多かった。そう、もしかしてこの人推しかな、違うかなみたいなね。やっぱ ね、どうしても暑い日にちがね、そうね、うん、なので、そんな感じでしたね。はい、あとこちらはですね、はい、ファンクラブ限定のですね、はいはい、前回もライフイズイージーでも
こういうのあったと思うんですけど、そうですね、なんかなんとかパスみたいなでしょ、うん、そうですね、うん、まあパソコンとかに皆さん貼ってる人もいるんじゃないかなって、ね、はい、このシールがね、これね、このちゃんと伸ばしておいたんですけど、曲がる曲がるの、何個曲がるんですよ、湿気とかで曲がるみたいで、うん、ね、とか挟んでね、あの私置いといたんですよ、伸ばすようになんですけど、ね、やっぱり曲がまた曲がってますね、ちょっとね、うん、はい、なんか相性が難しいね、これキープしておくのはなんかちゃんとしたのに入れていった方がいいね、みんなにもらうこれもらう方は、うん、ね、でこの他にもですね、まあ、ね、このライブ限定っていうのであれば、うん、チェキホルダー、はい、ね、これ新しくなったやつですね、そうですね、第2弾なんですね、うん、結構第1弾も売り切れ続出でした、はい、でアクリル、ネームバッジ&交渉ピンバッジセット全8種っていうのがあります、うん、で過去のグッズもあります、まあ、ないものもあるんですけど、うん、あとでも T シャツが新しくなってましたね、黒いの、そうですね、今回の限定のなってて、ちょっといいかなと思ってね、リホさんで、ね、サイズを確かめようと思って手に取ったら、手に取らないで見てくださいって言われて、おい、手に見ただけ、ね、遠くから見ただけでサイズ感が分かんないよとか思いながらいたんですけど、でもなんかね、じゃあれだよね、今あのメンバーカラー T シャツとちょっとサイズが違う気は、近かった、本当は、ね、うん、持った感じは、ね、なのでちょっと気をつけてください、そうなんでね、でも一応サイズ感見たいだろうとか思うんですけどね、うん、微妙な人でじゃない、ほらちょっとちっちゃしみたいなことほら、ちっちゃいのにちょっとふくよか系の人もいるしさ、逆に言うとね、ほら、うん、大きいのに痩せてる人とかってサイズ感難しいじゃない、うん、だからね、ほんとちょっとね、そこもうちょっと手に取って見れるようになっていいなと思いましたけど、はい、でですね、まあ恒例行事となってきました、はい、CD 購入キャンペーンということで、そうです ね, ね、こちらね、 CD やブルーレイを買うと、うん、ね、買って1000円ごとで、はい、ブロマイドが1枚つくという、はい、ランダムで、しかも運が良ければサインが当たる、当たるという企画ですね、はい、一番怖い、そう、今回も挑戦してみました、まあね、揃ってはなかったもの4つあったんですけど、うん、そのうちの2つ買ってまいりました、はい、でもとうとうなくなってきちゃったね、あと2つですよ、もうそうなんですよ、だからそれを買うとダブってしまうんですよ、今度ね、どうするんだろう、まあ、ここからとか思いながら、ね、どうしようか検討中です、まずこちらですね、1個目は、はい、キャニマ限定で発売されていたフレンドファンファーレのですね、はいはい、こちら初回限定のみだったんで、はい、です、これかわいいよね、衣装っていうか、この私この洋服が一番好きかも、一応ねこれの特典が、はい、山のホールで行われた、うん、コンプリートのですね、ダイアログのね、このね格好が一番私は気に入ってる、黄色いの可愛いよね、うん、とてつもなく面白い格好の時もあるけど、これはちょっと可愛いなって、みんな似合ってるよね、すごく、うん、うん、なんか衣装っていうのこういう感じの方がいいのかなと思ったりもしないでもないですね、今回をライブ中にお着替えが一回もなかったという、びっくりした、まあね、ねえ、あ、言っちゃいけないのかこれいけないかもね、もしかしたらカットした方がいいかも、うん、いいかもね、いいかもね、はい、はい、ということで、で2枚目が恋は世界定理とともにということで、はい、こちら意外と持ってなかった、前回に買おうと思ったんですよ、うん、売り切れでした、あ、これが売り切れだったんだ、そうです、なんでかっていうと、その前にあの公式が YouTube で1回載せて、ね、みんながもう1回見たいというふうになったので、あ、だからなのね、それで売り切れでした、はい、ということで、はい、ここから勝負です。はい。なので、はい。しかもね、ね、開けんのがこれ、黒、黒。なんかね、なんか割とノリがきつくてね。なんか意外と、ね、黒が、うん、あのパリパリって開けるやつなんですけど、うん、そのパリパリがないんでね、ビヨーみたいなノリが、そうなんです、うん、くっついてる、くっついてるみたいなね。うん、そうで、一度取ったらもう入らなくなっちゃってみたいな、くっついちゃって、うん、っていう感じで苦労して開けてました。はい。はい、では行きます、はい、はい、1枚目、ユリニャ、はい、よし、よし、いいぞ、いいぞ、はい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 、2枚目、はい、ネネ、はい、ちょっとね、場所が今回、ユリニャは、あれだよね、あのフラスターのね、方たちの名前載っけてましたね、はい、すごい、なんか、あと、ね、多分嬉しかったでしょうね、皆さんね、まあね、この衣装、落ち着きだろうでしょうかということね、はい、あのライフイズイージーの時の衣装です、うん、あ、そうです、そうだったのね、こちらがあの最初の
してた時で、途中で着替えたバージョンがこちらになります。なるほど、はい、そうです、はい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 、ね、そうだね、色が変わったもんね、途中で。見覚えあると思っている人もいたんじゃないでしょうか。はい、で、3つ目、ユーナ。はい、もうこっから怖くなってくるんですよ。だいたいね、2枚ぐらいは大丈夫だろうってなんです。そうだね、うん、これユーナちゃん髪の毛見えんだ、長い時だね。そうですね、うん、で、4枚目、キョンちゃん、はい、推し、なんとか出ました。はい、今さ、全員髪ちょっと短くなったね。そうですね、猫の時よりね、うん、うん、で、5枚目、はい、ダブリ、ダブリ、ダブリ行こうということでね、まあね、はい、まあお気づきの方はいると思いますが、これでコンプリートはなくなります、絶対。はいはい、消えた、みたいな。で、次、面白いことにダブリです。あー、ダブったなっていう感じだよね。ちなみに、ゼップツアーの時は7000円分買って、うん、ダブってなかったんですよ、1人も、うん、で、はい、前回は1人もダブってなかったんですよ、うん、今回うまいこといけませんでした。ほんとだよね。で、きょんちゃん、ダブリ、うん、まあまあまあ、いいダブリですね。そうだね、うん、で、夜間1枚のみですということで、あれ、メンバー足りないぞね、うん、ということで、ね、分かる通りね、はい、足りません。5人しか揃わなかった、あと3人どこ行ったどこへ。本当だよねいや、これは正直今回当たると思ったんですけど、ね、結構強気に。難しいよね、サインどころか全員集まんなかったという。しかもね、サイン、ね、今前回ね、いくら使ったかな、見てください、結構前回使ったんですよ、それも当たらなかったね。そうなんですよね。いや、難しい。でも当たってる方はなんか2枚サイン当たってる方もいるんだよ ね、いたんですよ。だから難しいです ね、これは本当引き当てるのは結構至難の技で、はい、ね、はい、ということで、まあね、まあ感想とかはここからまあ言っていくのでね、うん、ちょっとネタバレやだなとかっていう人はもうね、うん、大きく感想言ってきましたから、まあ、バレないよね、うん、一応ね、今回のライブ自体結構見やすい感じだったよ ね、 そうなんね、会場自体の問題でもあると。なんかね、私はモニターがないって聞いてたから、うん、今回はね、そうだからね、これは見えるかなって、身長差の関係で、うん、見えるかなと思ってたんですけど、意外や意外、結構ね、あの今までキツキツで入ってたからかな、少しなんかね、広く感じたんだけど。そうですね、だから見やすかったかなっていうのが結構ね、あのライフイズイチの時が結構後ろだったんで、今回17列目だったんで、うん、まあまあまあいいかなっていうポジションで撮れたかなっていう。そうですね、なんかあとゼップナンバーの時の方がキツキツだったから、なんかみんなが緩めたらみんなが緩める感じ。あのね、そういうのがなかったです ね、あのゼップツアーの時大冒険 ね、ちょっと事件があったから、そう、やっぱ前列の私たちの前の列のことがちょっとうろめいてです ね、ちょっと倒れてきたというそういうのがなかったです ね、 だからね、そういうなんか事故みたいのはなかったですね。なかったですね、はい、ね、うん、だからそんな感じで割と見やすかったんじゃないかなと思いますね。で、あとギターとマニピュレーターが違います、いつものバンドメンバーとは、うん、はい、ね、でもいつものごとくで、あのプロデューサーの方がね、はい、走り回ってました。はい、走り回ってましたね、何度か目の前に撮っていくんで、はい、うん、ね、もう時間通り割と始まって、時間通り終わったって感じかな。一応ね、過去、これは言って大丈夫なんですよ、うん、ね、過去最大曲ということでって言ってましたね、ね、でも私そういう感じしなかったんだよね、割とパッと終わった感じがしたんだけど、一応多分肌感覚で言うと2時間ぐらいかなっていう、そうだね、うん、だから過去ではやっぱり長かったかなっていう。あ、そか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 、ね、ね、だって肩にしたメンバーの方たち言ってたよね、あ、疲れたじゃん途中で、ね、でさ、なんか結構水分補給何回もしてたりとかしてたんで、ね、しかもね、結構ね、簡単に言うと結構ハードな曲が多かったなっていう。そうだね、うん、なんかね、おとなしめの曲が少なかったイメージはある、うんうん、で切れ目があんまりないから、皆さんトイレ、おトイレにね、あの行く方がもう大変だったみたいですねみんなが話してる途中に行ったりとかしてましたね。あと、これは言って大丈夫だと思うんですけど、アンコール早かったなって。そうだね、はい、ね、うん、珍しく早って、あの、なかなか出てこられないとかいつもあるのに、スタートも早くて、うん、始まるのも早かったっていう、うん、アンコールから。
そうなんですよ、ね、今回出てくるの早かったね、うん、まあ、準備が簡単だったのかのかね、うん、でもね、あのセット取りこなせ結構きついと思いますよ、うんうん、ね、だからまあなんかね、アットホームな感じでしたね、きっと多分で今回はね、なんか、うん、ライフイズイージーの時に比べるとなんかおとなしめだったかなっていうイメージはあったかなっていう、うん、割とそんな感じでしたね、うん、皆さんなんかマナーを守ったような見方をしてたかなと思うね、ん、ファンの方たちもね、うん、そんな感じでしたね、はい、じゃあね、ニオンさんなんか1回目からね、うん、ね、どうか、なんて言うんだろう、はい、ね、全くこういうのに行ったことなかったじゃないですか、うん、ね、あの、あ、このこういうダイアローグのとか声優ユニットのとか、あ、そうですね、でもダイアローグと私は馬娘しかまだ参加してないんですよ、うん、だからね、まあ、あ、こういう感じなのかなと思ってたんですけど全くカラーが違いすぎて、どっちかというとなんかね、そうなんかアーティストに近いよね、こっちは。そうそうそう、やっぱり、ね、あのね、ちょっとね、あの比べるっていうのができないですね、すごい難しい感じだね。1回目からやっぱ3回目やっぱ慣れたなっていう気は自分でもしますね、うん、そうですね、なんかね、うん、なんか拍手のタイミングだったりそういうのが、うん、そうですね、ね、なんか分かるようになったなっていう、今回事故なかったですね、自分たちのあのほらライトの色が変わってしまうという、あ、やっぱね、もう慣れました現場慣れましたね、リーの方は、なんか違う色してる時に自分だけ違うみたいなのはなかったですね、ただね、うん、相変わらずだったらペンライトぶつかった、そうだね、1回だけね、惜しかった、はい、だから、あっと思ってすぐ水してしまいました、私は、すいませんって感じそう、だからそんな感じでしたね、みんな割とおとなしく見てましたね、あとね、タオル持ってったの正解でした、そうだね、タオル、やっぱり必要ですね、タオルと水は2本持っていった方がいいかもしれません、あ、私、お茶はね、飲めなかったんですよ、1回しか、ちょっとしかもうね、切れ目がなくてちょっと難しくて、いつどこで飲もうかなみたいな、うん、そんな感じでしたね、ね、東京ドームシティホールなんかは、あの、ダイアローグ1初めて の, あのツアーをやった時のところなんで、うん、ね、そんなすごい激アツだね、やばいと思います、あとみんな の, あのトークが結構ね、この前のに比べたら結構トークしてたよね、うん、今回はラフな感じだったかなっていう、うん、そうだね、なんか前回を、うん、ね、そう、重々しい感じのはなかったです ね, ね、どうしてもね、タイトルが、うん、ツアータイトルがその時はね、そうだね、うん、そんな感じでしたね、だから、うん、はい、だから楽しく、あっという間の2時間、そうですね、うん、で、相変わらず次の日は筋肉痛でした、あ、あの、冬中さんもそうやって言ってましたけど、りょうさんの筋肉痛なんなかったんですか、肩がね、とにかく、はい、日頃から肩をぶん回してんのかな、私料理とか作った時にカン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 って言ってるから、ね、中華だね、そう、なんか全然なんなかったですね、私は、でもだいぶなんか、ね、なんか、なんていうの、一個にとくではね、うん、だいぶ空気を合わせられるようになったかなって、そうですね、はい、今回りょうさんも頑張ってアンコールってでっかく言ってました、ちゃんとね、はい、おばさんパワーで頑張ってみましたね、はい、結構ね、女の子たちおとなしいんですよ、なので見てる方分かるかもしれませんよ、ね、ね、どこでっかいこと言いました、あの声ってなるかもしれませんよ、もしかして聞いたことあるよと思ったかもしれないんです、ねえ、りょうさんです、数少ない、そうなんです、なんかね、私声ちっちゃいと思ったんですけど、意外と声でかかったね、うん、自分こんな声出るんだと思いながら頑張ってきました、うん、はい、私はね、まゆゆ推しなんで、まゆゆちゃんに明かり立ててるのアンコールでした、あれははい、まゆゆという気で、はい、一生懸命応援してましたけど、やっぱりまゆゆのね、ステージの上の良さ、うん、まあ、本当にね、最初からもう見た時から私まゆゆって決めてたんですけど、私は、うん、もう今回もやっぱりね、まゆゆは裏切らないなと思って見てましたね、やっぱり踊りが最高、彼女の踊って歌っているところのライトを浴びてるまゆゆがとっても好きなんで、うん、だから、あ、これからもまゆゆ推しでいこうって心に決めて帰ってきましたね、はい、頑張ってほしいなと思いながら、まあ、みんな好きなんですけどね、その中でもまゆゆがやっぱ一番推しかななんて思いながら、でも写真まゆゆなかったんですよ、これ見てください、そうなんですよ、諦めませんでした、すいません、そうなんです、そうなんです、でもね、ちゃんとね、あの、さすがにみんなと同じでね、あの、 T シャツ着ていくのちょっと恥ずかしいなと思うので思っちゃうんですよ、やっぱりね、でもね、全身青だったよね、水色、私、うん、あ、そうです、バックまで水色でした、ちゃんとね、なんか気づいた方は気づいた、そう、爽やかに水色にしてたんですよ、爽やかに、そうなんですよ、なので、はい、いつもちゃんとね、そういうのを守っていってますけどね、うん、はい、なので今回でも告知があったね、決議の告知があって、今回はですね、うん、ダイアローグウィズということで、はい、ツーマンライブですね、うん、しかも結構有名なゲストさん、そうですね、これもまた ね、 ね、あの、いいんじゃないでしょうかね、うん、楽しみ、ただね、
そうなんです、場所がね、ちょっとね無理です、そう、関東の方はぜひね、行ってみてくださいね。あの、やっぱり私は、私は関東しかもね、日にちも注意なのが火曜日です。そうですね、あ、火曜日、普通の日、サイズとかじゃないのこれ多分、サイズだとは思うんですけど。あ、本当9月17日です。あ、じゃあ歳月なのかな、なんかちょっとわからないんですけど。あ、ここ3連休明けの平日です。え、明けの明けの平日、うん、じゃあみんなもうめっちゃ忙しいじゃん、3連休で休んでるから。その後さ、一生懸命学校行ったり勉強したりさ。なので会場がちょっと遅めです、6時半と。余計大変じゃない、会場が大変というで、開演が7時です。で、終演9時よって言ったら近くの人じゃなきゃいけないというパターンですね。それか休みを取るしかないかなっていうような、ね、はい、感じになってますね。まあね、うん、できればこっちでやってほしかった。でもね、まだ期待できんのは、うん、東京ドームシティホールでやるっていうことは、はい、ね、キャパがあそこでかいので、そう、結構いい、そうだね、告知があるんじゃないでしょうかっていう、そうかもしれない ね、予想をしております、うん、だからぜひぜひね、本当にはね、これからもね、まあ、うん、応援していこうと思っております。はい、なのでこれ見てる方でね、あの、自分も大好きでって方はぜひコメントをね、うん、ください。はい、お会いできればいいかな、なんていうふうにも思いますんで、ね、ちょっと活動的なんで、ここの現場の時は。そうですね、ふうちゅうさんちゃんとね、声かけたりとかしてます、皆さんに ね、うん、なので、はい、なので今回も、うん、押していこうかなと思ってます、ね、でもね、ふうちゅうさんは、これ言っていいのか悪いのか分かんないけどね、まあ、娘の、まあ、もうこのチャンネル見てる方はね、まあ、そうですよ、ご存知だと思うんで、結構いますから、もうね、うん、押してるので、娘の方もイベントがたくさん目白押しということで、この噛み合わせがね、難しく、ね、うん、やっていかなきゃいけないので、でもまあちょっと場所の問題もあると思います。そうですね、なので、はい、なので、はあ、まだ関西来てくれると嬉しいですね。そうですね、ね、でも今回見やすかったですよ、その場所も私たちは良かったので、うん、もう一回ゼップで見てみたいけどね。ああ、確かに、慣れたからこそのゼップって面白いんじゃないかなっていう、一体感みたいな。次のなんかでもあれよ、ライブはね、あの、オールスタンディングとゼップ横浜だよね。オールスタンディングの方はね、身長差がちょっとね、やっぱりあとね、広島なんで、しかもね、やっぱでも大きい人のがいいよね、有利です、有利だよね、見やすい。あのね、皆さんに言ってるのはだいぶ小さいです。だからね、影に隠れちゃって見えなくなっちゃうんです。で、前の方が帽子とかかぶってても最悪、うん、あのキャプテンさんみたいに帽子をかぶってるともう最悪、取ってくださいとも言えないじゃないですか。やっぱおしゃれかぶってらっしゃったりする方とかね、いろいろいらっしゃるのでね、なんか難しいんですよ、これがまた。はい、なのでね、うん、はい、ので難しいですよね。だからね、できればやっぱりスタンディングじゃないと嬉しいかもしれないなと思いながらいますけど、どうせ立ってるんですけどね、まあまあね、うん、でもちょっと段差ある方が嬉しいね、うん、会場に。はい、絶プの時はそうでしたもんね。そうだね、うん、でも近かったかな、あの時は。あの時、椅子は動く動くし、人も動く動くで、なんか列全然違うとこだって、最後ねえ、荷物はもうね、すごく、そう、冬ってやっぱほら、上着があるじゃないですか、絶対ね、うん、だから上着を下に置くから、なおすごいことなんだよ、身を切るんだって。あの時が一番なんか、ね、大変だった、身の危険を感じたじゃないけど、1回目なのにあんな大変な現場初めてでしたね。身動き取る、右にも動けない、後ろにも下がれないし、前は倒れてくるで、ね、結構大変でしたね、あの時はね、うん、まあ面白かったですけどね、それはそれでね、なんかね、面白い体感がある、体感はそうあるんですよ。なんかある程度の密着度がある方が、うん、そういう意味では一体感があるのかなっていう気はします。そんな感じでしたね。なので、はい、ぜひぜひ、最近なんかイベント両方さんいっぱい参加してるので、なんかすごい ね、はい、ね、この前は宝塚とか、あ、そうなんですよ、その話をしようと思ったんですけど、ね、なんかね、話す機会がなくて、一応ね、今年ま、馬娘が1回、うん、ダイアローブが2回となっております。うん、はい、あと抽選がこれからまた始まりますのでね、うん、だからね、またね、そういうイベントの話をしていけたらいいなと思ってて、そうです、宝塚のこと熱く語りたいんですけど、なかなかちょっと話す機会がなくて、あの、この視聴ね、チャンネル宝塚記念だと思ってる方も多いで、はい、そうですね、違います、はい、宝塚歌劇の方も、歌劇の方も私好きなのでね、うん、あの OG とか OB っていうのかな、あの見てきたんですよ、ベルサイユのバラ、うん、そのことも話したかったんですけど、なかなかちょっとね、話す時間がなくてですね、もうやることい
ぱいね話すこともいっぱいあって、もうチャンネルの足りなくてもう一個分けた方がいいかなと思いながらいるぐらいなので、はい、そうですそうですね、なので、はい、いっぱいいっぱいでやっております。なのでまあダイアログちょっと話しとれちゃったんですけど、ダイアログファンの方ぜひぜひ ねお願いですから YouTube の方に参加ください。ね、はい、これだけを見てもいいからって感じ。そうなので、ね、もうあのダイアログの方は不滅で頑張っておりますので、はい、なのでぜひぜひ一緒にね応援してくださる方がいたらよろしくお願いいたします。はい、はい、ということで、ではすみません、はい、チャンネル登録高評価よろしくお願いします。お願いいたします。ではまたお会いしましょう。 See you again。 バイバイ、またね。チャオミチェルさん、今回はですねダイアログヒフスツアーダイアログガイク動画見てくれて感謝です。今日から君もファミリーだ。この YouTube では毎週木曜日金曜日に競馬情報、その他くじ開封や旅レポ、おたかつなどもしております。そして元アイドルお姉ちゃんや可愛い愛犬ピーナッちゃんも登場するよ。そしてこの動画の副部長である美容さんによるメイク動画や綺麗になりますよメイク動画や今話題沸騰の占いも出しておりますので、ぜひそちらの方もチェックしてみてくださいね。ではまたお会いしましょう。 See you again。 シャキーン。バイバイ、またね。バイバイ。